どうもニワトリです。今回はダークカカオクッキーのおすすめトッピングや解説やっていこうかなと思います。はい、ということで新しいエンシェントダークカカオクッキーのおすすめトッピングということなんですが、おすすめトッピングといたしましては、まずこちらアーモンド、もしくはこちらチョコチップのクールタイムですね。アーモンドのダメージ減少かチョコチップのクールタイムをおすすめしたいなと。でやっぱりね、前衛ということもあるので、基本的にはアーモンドをおすすめしたいなと思っております。ただ状況によってはクールタイムをつけてもいいかもしれないし、というのもですね、僕これ今ダメージ減少フルセットでつけているのですが、でそのクールタイムをちょっとねつけたい理由っていうのはこちらを見ていただきたいんですが、ダークカカオのスキルのクールタイムは16秒となっておりまして、でこちら右の図がスキルクールタイム16秒の方の開始タイムの、早見表みたいな、0% であれば5秒で開始しますよ、 6.3% であれば4秒で開始しますよということで、どちらかといえばこのダークカカオは火力で攻めるというよりかはデバフを敵につけて攻めるというような感じの役割かなと思いますので、火力よりも生き残ることとかスキルを早く回すことに重点を置いた方がいいかなというところで、アーモンドとチョコチップがおすすめとなっておりますね。なのでもラズベリーはね、基本的に候補には入らないかな。火力出すクッキーはクレアとか海とかフロストとかそういったクッキー、シャークソルベとかそういったクッキーにお任せして、このダークカカオは前衛にいながらも相手にいろんなデバフを与えてサポートする役割で使っていくのがいいのかなと思います。はい、で少し話戻ってクールタイムのお話ですが、ダークカカオのクールタイムは16秒でございますので、こちら右の図のこの表が適用されますね。でこの16秒の場合はトッピング数値、クールタイムの数値を 6.3% 以上つけると開始タイムというものが4秒になりますよということで、通常であれば5秒経たないとスキル打たないんですけども、 6.3% 以上つけることによって4秒となりますので、これはねつけておいた方がいいかなって実際に僕アリーナで使って思いました。なぜかっていうと、あんまりね5秒でスキルスタートするクッキーってそこまで多くないんですよ。なので順番の流れ的に実際に僕のねクッキーたちのその構成、アリーナの構成を見ますと、はい、これが僕のね、実際の今の構成でちょっと戦闘を始めてみようかなと思いますが、スキルのクールタイムがついていないと5秒になるっていうところを注意していただきたいですね。はい、こちら今スキルクールタイム1個もついていない状態ですね。なので開始タイムが5秒となっております。でホーリーベリーもクールタイム5秒ですね。で他のクッキーたちが4秒となっておりますね。こうなってくるとスキルの発動の順番がダークカカオ一番最後になってしまうんですよ。見てみましょうか。エクレア、フロストコットン、ホーリーベリー、ダークカカオという感じで、ダークカカオのスキルの発動が一番最後になってしまいますので、これを防ぐためにダークカカオのクールタイムを 6.3% 以上にして戦った方がスムーズにダークカカオのスキルが発動することができるっていうことなんですよね。このスキルの順番についての説明もちょっとね難しいかなところなんですが、まずこれクールタイム今 6.4% ありますので、ダークカカオの開始タイムが5秒から4秒になったかと思います。ホーリーベリーとね一緒だったので明らかにねこれ縮まってますよね。他のエクレア、フロスト、コットンたちと同じクールタイム、開始タイムになってますね。こうなるとクッキーのスキルってのは発動できる順番っていうのが右から順番に使っていく感じなんですよ。でホーリーベリーは5秒だから、とりあえずスキルがみんな使える状態になったとしても、その中で一番最初にスキルが使えるのってダークカカオになるんですよ、一番右側だから。そう、使える状態だけど、ホーリーベリーはまだ1秒、開始タイムが5秒でね使える状態じゃないから、右からねクッキーはスキルを発動していくっていうことなんですけども、一番右のホーリーベリーのクールタイムがまだ溜まっていないので、右から2番目のダークカカオのスキルが発動するっていうことなんですよ。でダークカカオは前衛のクッキーなので、基本的には左側、このダークカカオが左側に来ることってよっぽどね前衛のクッキーをいっぱい入れない限りはないと思うんです。基本的には一番右とか右から2番目とか、そういったところに位置すると思うんですよ。でそこで5秒ってなると、どうやってもダークカカオのスキルの発動順番っていうのがかなり後ろの方になってしまうんですよね。それは個人的にねちょっともったいないな。でダークカカオのスキルはこのように過電流を与えて、2撃目で負傷、攻撃力、防御力ダウンっていう感じで与えますので、どうすならねこのいろんなデバフを
一番最初に与えておいた方が、仮に相手にピュアバニラがいたら体力シールドというものも家電流で無効にできますし、さらに攻撃力と防御力をダウンさせて相手の火力とか耐久力を一番最初からね減らすこともできますし、でこのダークカカオ特有の負傷というものも一番最初に与えることができて、結構ね有利に戦闘を始められるかなというところなので、でこの後戦闘を続けていくと、おそらく相手のねクッキーたちも攻撃してきますよね。海とかフロストとかコットンとか、でそういったものの、まあ、ちょっとではねビビたるものではあるんですが、少し火力を落とすっていうこともできるので、それをねスキル発動した後に攻撃力ダウンをドーンって入れるよりかは、スキル発動する前に攻撃力ダウンを入れて、まだその攻撃を食らった方がマシかなっていうところですよね。という理由もあって、ダークカカオは基本的にはダメージ減少のアーモンド、前衛なのでアーモンドでゴリゴリに固めてっていう感じでもいいと思うのですが、サブ効果でクールタイム 6.3% 以上はあった方がいいのかなとかって思いますね。本来であればサブ効果にこのような感じでクールタイムとダメージ減少がいっぱい入ったやつを全部つければね、それが理想かなと思うのですが、もしなければね、まあ、ちょっとこちら少し外したりして、このようにクールタイムを入れて 6.3% 以上というものを作るのもまあ悪くはないんじゃないかなと。ダメージ減少がねその分減ってしまいますが、このダークカカオのスキルがすぐに発動できるか、一番最後の方に発動できるかっていうのは結構ね大きな差があるんじゃないかなと僕は戦闘中に思いました。まあまあダークカカオのスキルっていうのは明らかに火力重視ってよりかはデバフを相手に与えてっていう、まあサポート系な感じ、どちらかといえばねサポート的な感じのクッキーかなと思いますので、ラズベリーで火力をガンガンに積むよりかは、生き残ってねダメージ減少とかいっぱい積んで、より生き残って敵にこうじわじわデバフを与えてっていう感じ で攻撃としてはエクレアとかフロストとかでやってもらってっていう風な作戦が僕はねまあ主流というかベターなところかなと思いますね。それともう一つ、僕がね日本ではない海外の方のこのダークカカオのトッピングを見、まあ多いのはねやっぱこれ海外の方でもこのようにアーモンドを積んでっていう方が多いかなと思いますが、一部の方ではこちらチョコチップをフルセットでつけてクールタイムをねめちゃくちゃ縮めるっていう方もいました。ただその方は構成がこのようなね王道的な構成ではなくて、確か僕の記憶ですと結構ね面白い構成でした。こういう風でこういう風で、あともう一体ちょっとね忘れちゃったけど、なんか全員なんかね突撃型みたいなそんな感じだったよね。突撃とか防御とか、とりあえずみんな前方とか前衛のクッキーで5体固めてダークカカオを一番後ろにするっていう、で一番後ろだからまあちょっとダメージを食らいにくいなっていうところもあって、でダークカカオにクールタイムフルセットでつけて、さすがにまあそれだけだとちょっとね、心もとないというところでサブ効果で多分ダメージ減少を入れて使ってるんだと思うんですけど、でこれがねなかなかねあのいい戦いをしておりました。まあ、作戦としては、まあ、セイロンナイトが入っておりますので、結局あのセイロンナイトで最後みんなガチャ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 って言って、まあ、倒していくっていう作戦なので、まあ、ダークカカオクッキーの構成ってよりかはセイロンナイトの構成になるかなというところなんですけども、こういったね構成で使ってダークカカオのトッピングはダメージ減少のアーモンドではなくてチョコチップのクールタイムフルセットで使っているっていう方もいましたので、ちょっと僕もねトッピングとかいろいろちょっと調整してやってみようかなとは思ってます。強いかと、まあ、結構戦を見た感じ結構強い、セイロンナイトが強いかな、ちょっと面白そうだったからね真似てみたいなというところもあるので、ちょっとトッピングに余裕ができればね真似もしてみようかなと思いますが、基本的にはこんなような、まあ、王道な構成を使ってってことであれば、アーモンドダメージ減少がおすすめかなというところですね。ただ今僕が話したのは基本的にそのアリーナをやっていて僕が思ったことですので、守りの戦役とかワールド探検とかってなるとまたちょっと変わってくるのかもしれない。もしかしたらダメージ減少をゴリゴリに積んだ方がいいのかもしれないんですが、まあまあ無難なところではまあこんな感じが使いやすいのかなと。もうちょっとねダメージ減少いいクールタイムじゃないわ、トッピングつけてね、クールタイムとダメージ減少が共存しているいいトッピングとかをねつけて、クールタイム 6.3 プラスダメージ減少30いくつとか、今40は無理か、
まあ、まあでも本当に言えば40とかねあればいいなとかって思いますけどね。はい、ということで今回はねダークカカオクッキーのトッピングについてのお話をさせていただきました。これはねただ僕が思ったことでございますので正解とかそういったわけではありませんので、まあ、参考程度にしていただければいいかなと思います。またね僕より強い人とかたくさんいるかとは思いますので、もしそういった方がねこのようなトッピングがいいよとか、僕私はこのようにトッピングをつけて非常にいい状態でありますとか、そういったおすすめのトッピングとか構成とかそういったものがあればぜひ教えていただけると嬉しいなと思いますので、ぜひコメントとかねあればよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。